輝いて生きるヴィーガン歴40年の大谷由美子です。夢はジャパンズヴィーガン未来食つぶつぶで日本から世界を健康にすることです。今日もびっくり簡単美味しい料理をお伝えします。さてね、これから夏野菜が美味しい頃になってくるので野菜をね焼く、もう素焼き、そしてなんとまともな、ね、調味料編見てね、本当の醤油に漬け込むだけという超簡単おかず、やってみよう。まあ、適当にね、だから別にレシピとかいらないの、好きなだけ野菜切る。で、こう、ナスの弾力を楽しむとか多いからこのくらいにしとこうか。それから椎茸ね。で、軸とね、なんかすごい軸の立派な椎茸。意外とキノコ類ってね、意外とこうどこで買っても安全。ただなんかシューンって縮んじゃうようなね、水増し椎茸がある、すぐなんかちっちゃくて買ったらすぐ黒くなっちゃうようなのはダメだけど、最近肉厚の美味しいのいっぱい出てるので。それからお醤油なんだけど、もう一つはね、ししとう、これ美味しいよね、ししとう焼き、これね最高に美味しいので、穴開けとかないと焼いた時に破裂するのでちょっと穴開けようって感じ、ね、そしてこの辺ピチッと素焼きだよ、素焼き。特にこれからね、初夏から夏に出てくる旬のような野菜ってすごい独特のエネルギーを持っているので、これみんなこう穴たくさん開けなくてもね、空気の抜け場があればいいので、これはこのままが美味しい、丸ごとね。そして椎茸はね、軸も美味しいので、軸は軸でちょっと3つくらいにこう切って、弾力のある焼き野菜で、こっちはそうね、どんな感じがいいかな、これね、ちょっと肉厚が美味しいんだよね。こう、なんとも言えず自然が生んだこの弾力のあるこの果肉を食べてあげようって感じ。あ、そろそろじゃあちょっと抜けちゃおう。で、これ置いて、次切ってる間に焼こう。キノコからじゅわっとこう水分が出てきて弾力が出るまでキノコは焼きます。で、その間にお皿にね、ちょっとこうお皿にお醤油を用意しと、もう最初からお皿入れちゃったら楽でしょ。でもたくさん作るならね、でも一人だったらそれが楽だと思う。なんか量を適当、ちょっとたっぷりめに入れといて、で、ここに入れていくんだけど、次の野菜も切っておこうって感じ。ほらほら、水出てきてるの分かる？じわっと、じわっと。このね、焼き野菜美味しいんだ、焼き野菜。なんか野菜そのまんまの、なんか、やっていうのが、こう、なんていうの、ね、七転び八起きじゃないけど、八っていうこう飽和率があるように、ちょっと極限までやる、極限まで火を入れるっていうのが嫌なんですね。焼くっていうのは極限まで火を入れるっていう意味なの、そのものを生かす極限まで火を入れるっていう、これが焼くなんだね。で、焼くとその素材がすごく、ほら弾力が出て水分出てるの分かる？見て見て、このちょっとアップアップアップ、じゅわっじゅわっ、このこうやって押すとね、こうシューってこう水が出る感じに、それぞれね、早いのと遅いのがあるのでなってくるから、こっちもスーッと、なんか美味しそう、もういけそう。でこのぐらいになって、ほらふにゃふにゃって、もう食べて食べてって言ってくるのね。そしたらもうこの辺食べてって言ってきてるから、もうこれちょっと太いので少し置いといて、もう真剣になっちゃう、鍋の底とね、もう材料と、あ、ほらほら、こんなに水出てるんだよ、シューって、こんなに水出てるの、じわー、水がいっぱい出てます。見えるかな、見えるといいんだけど、もう本当にシュワシュワ、ちょっと詰めちゃう、もうこの辺ね、このまんまだから、この醤油の中にね入れるわけ。これで料理終わりで、今日も明日も明後日も美味しい
今すぐ美味しい究極これ、ね、ちょっとこれコリコリっとしたのと、あこれなんかもうぷよんぷよんとかして美味しそう。もうすっごいビジューっと水が出てきてね、もうあらゆる野菜がねほとんど 85% 水分。あでも私たちの体もなんと70% ぐらい水分なのね。で赤ちゃんはなんか 90% ぐらい水分で、で年を取っていくと 60% ぐらい、あだから赤ちゃんとか若い人はみずみずしいっていうのは本当にみずみずしいんだよ。熱々でつけるっていうのがコツ。その温度、この世界って温度でほらね、水がある温度では氷になっちゃったり、ある温度で水蒸気になっちゃうように、温度で全てが化学作用が起きるので、おう温度すごく重要なので、熱々のうちにこれつける。あこれもほらほら、あーいい感じ、ほらふわ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 になった子からここにちょっとふわ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 、あふわふわ、ほら跳ねそうでしょ。だからこの跳ねた時にね、本当に飛んでくるから怖いの。穴開けてね、あふわ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 って、なんかどこ取ってもふわふわってならないとダメなの。ほらあこれふわふわん。で同じことを今度ナスとズッキーニ、でも何でもできる。ただあんまり根菜とかだとね、ちょっとまた違うんで、また違う時に違う料理法を教えるけど、こういうちょっと割と手ごわくないこういう旬のもの、ほらこうやってね。そしてじゃあ合わせてこれもやってみよう。で切り方がね、まあ、いろんな切り方があって、私は好きなのは食感が多彩っていうので放射状に切るのが好きなのね。なのでこれをこうやって放射状に切っていきます。意外とでナスって果肉が美味しいので、あんまり薄くない方が、結構果肉があった方が美味しいので、ほらこんなちょっとがこんなに増えちゃう、こんなに増えちゃう、どうしようってか。丸いものはあちょっと薄くなっちゃった、いいか。放射状に切ってあげるともう全部のこのエネルギーが整うから、すごいエネルギーバランスのいい調和的な料理に、食べてる食感とかも調和的になるので。じゃあこれ焼いてる間にズッキーニで、ちょっとこうフライパンに面してないとダメなのね。あこの子ちょっと太かったけど、薄く切れちゃった子はちょっと後から焼こう。その水分がじゅわーっと出てくるこの感じがねすごくいいんだよね。でこれやってるとなんか野菜が美味しくなっていく頃合いとか、なんかこう 変化とかが本当にまだまだと分かる、すごく感度のいい人になれるかな野菜さんと。あこれも水出てくるの、ほらどんどん水出てくるの。これなんかもういけ、ほらジューッと弾力も出て、ジューッこうなったらもう薄いからね。熱いとこと薄いとこがあるでしょ、この下にひっちゃいとき、とんがってる熱いとこと歯も薄いとこと熱いとこがあるから満足度が高いのね。同じ形に切っちゃったものとは全然違う、この尖ったものって美味しいんだよ何とも言えない。でこう押したら最後までジューってこうスポンジみたいにこれがなればいい。もうちょっとや、見た目だと分かんない、ちょっと押してあげないとね。意外と見た目澄ましてても意外と焼けてるものもある。これねこのままそうめんにかけて食べたりとかね、もう何しろおかずとしても絶品で、醤油につけちゃうのでもう何日間かこうやっておけば食べれるから、ほんのちょっとですよ、ナス1個ね、ズッキーニ半分、椎茸2個みたいなのがこんなにすごい量のおかずになるって、料理はいつも思うの、錬金術。料理しないでね、ただ食べちゃったらバンバン食べちゃうものを、こうやってみんなで料理することで分けて食べれる。あとナスとか場所によってね、硬い子とかいるのでよく見てあげて。焼き野菜の醤油漬けの出来上がりです。こんな感じです。さあ食べてみますね。ちょっと一緒に2つぐらい食べると美味しいので、うん、ナスとろけるズッキーニコリコリ、美味しい、食べさせたい、最高です。さて今日はここまでです。
料理ってこんな簡単なんだってことをみんなに知ってほしいなと思ってる。そして手料理でしか生き残れない時代になったけど、安心して、料理ってこんなに簡単だから。料理のプロセスだけをまとめたダイジェスト版も作ったので、概要欄をチェックしてみてね。続きを見たかったらチャンネル登録よろしく。次はどんな料理を紹介しようかな。それでは次回の動画でお会いしましょう。